を温めましょう。今日はですね、こちらの、マスク、一見普通のぺったんこマスクに見えるんですけど、実は上下にプリーツがこう入ってるんで、こうはめると結構あの口にフィット、そしてここがもたもたしてないので、すっきりおしゃべりする時もすっきり喋れる感じなので、でこれ友達がね、おはるさんっていうフォロワーさんの方が作っていたのを、いろんなフォロワーさんみんな真似して作ってて、すごいフィットするっていうからじゃあちょっと私も作ってみようかなと思って昨日作ってみたわけなんですよ。で1時間で2枚ぐらいできたんで、あ、これ結構まっすぐ縫いだし簡単じゃないのっていう、切り出しもね簡単だし、あ、なんかいっぱい来ていただいて、たかこさん、ゆめここさん、まりなさん、あ、ごめんなさい、ちょっと待ってください、あ、インカメになっちゃった。はじめまして、おはるさんのところから来ました。ありがとうございます。ゆめここさん、今一応ウェーブを返しましょう。クラゲさんおはようございます。肩の具合はどうですか？あけはしさん来てくれた、おはようございます。おはるさんも来てくれた。おはるさんがこう発案者ですけれども、このおはる日和はるさんという方ですね。45くまさん、はじめましてかな。みなみさんおはようございます。おはよう。おはいもーん。こんにちは。おはよう。おはいもーんが流行ってんの、今。なおさん、つけてみて。つけてみてって言っても顔は見せないよ。はじめまして、おはるさんから来ました。今つけています。鼻のところ、ちょっとね、いきなりインカメにして、皆さんびっくりしてしまう。ちょっとメガネすればいいか。ちょっと部屋がぐちゃぐちゃなんです。じゃあ、そっち側に私が移動しましょう。ちょっとだけね。こんな感じ、見える？おーい。映った？見えたかな？昨日より痛くない。なごみさん、こんにちは。ウェブ来た、ありがとう。みどりこさん、おは、今の私映ったかしら？映った体で話を進めますけれども、こんな感じですね。本当にね、直線縫いだけで、であと折るだけ、目見えない、見えなかった。だってあそこでしょ、あそこに行けばいいのに、ギリギリ見えませんでした。もう一回行こう、ここら辺だよ、映ってるよね。映ってない、ギリギリ見えない、この辺なら見える。見えた、無理入って、ごめんなさい、見えない、もう少し下で、え、まだ見えない。だってあそこでしょ、あそこに顔が来ればいいんだよね。ちょっと今の見えたかどうかみんな言ってよ。映りましたよ、よかった。なんとなくわかった、あんな感じ。ちょっと今私は再生できないので、あ、見えました、よかったよかった、見えた、よかったですね。はい、あんな感じです。ちょっと今日髪の毛染めといてよかった。はい、あんな感じで作れますので、まずどんどん作っちゃいましょう。一応インスタライブだから1時間しかできないですね。で、用意するものはこれを用意しておいたのに、すっかり見せるの忘れたよ。これ、この間やったやつ。一応、タイトル的に見せよう。今度は見えたよ。はい。この紙にどっか書いたのがどこに行っちゃったんだい？こいつかい？こいつじゃないな。あ、あった。たちゃんおはよう。トントコトントコさん。はじめまして。メガネが見えました。今度は見えたよ。見えたって言うから見えたとしよう。おはるさん。ここにもね、スクロールすれば見えると思うんですけど、おはる日和はるさんっていう方が作ったおはるマスクというものの作り方ですね。材料は、布が2枚です。表地になるものが 23×20cm。中に入れるガーゼ的な感じの、ダブルガーゼとか、まあ、こういうさらしみたいなやつでもいいんですけど、15×15cm ですね。今日は、リネンがあったので、これね、セリアで買った、まあ、100均のセリアで、これぐらいの大きさのものですね。まあ、2枚は取れないけど、1枚は取れるかなと思ったんで、昨日、これ朝 100% って書いてあったから一応水通しをしました。朝は縮む性質があるので必ず水通しをした方がいいということですね。たーちゃんおはよう。あ、リアリアさんおはようございます。あ、まこさんおはようございます。はい、今から来た人は私の顔は見えないということですね。アーカイブで見てください。はい、早速やりましょう。おはよう。キハチさんも来てます。リアリアさんおはようございます。生地ってこう伸びる方向と伸びない方向があるから、え、これどっち。朝はそんなに気にしなくていいのかな。こっちが横かな？こっちが縦かな？縦と横一応気にして作ってくださいね。どっちか耳があればそれが縦なんですけど、これないから、まあ、とりあえずこれを、縦だとしましょう。で、まあ、どうしてもほつれてしまうのは仕方がないよね。お、マスクだね。キャスターおはようございます。はい。横が23センチ。ちょんちょんちょん。例によって、今日も鉛筆です。23センチ。映ってるかな？今日縦画面でやってるから映んないかな。23センチ。まあ例によって私はちょっと大雑把な性格なんで、まあ大体多少ずれてても OK としましょう。そして縦が20センチですね。音楽大きすぎるかな？大丈夫かな？あ、アウルさんおはようございます。あ、みゆさんおはぽっぽおはようございます。20×23 いるよん。みんなで作りましょう。
まず 20cm×23cm で切り出しますね。皆さんも手近に布があったらぜひ一度作ってみてください。このねセリアの麻の生地お手軽に買えていいですよね。なかなかこうカットクロスで麻 100% ってそんなにないし、まあ、湯沢屋とか行っても何十センチ単位でね買うしかないので、でこれ余ったところでねあのブローチとか作ってもいいし、あ、がんばちゃんおはようございます。ひささんおはようございます。ふうのんさんおはようございます。抜かしちゃってる方すいません。しほさんおはようございます。ひささんおはいもん。くらげちゃんおはよう。今日はすごいいっぱい来てくれてありがとうございます。でこの余った生地はまた何かに活用しましょうね。で今こちらと、中に使うのを今日は昨日の残りの昨日のねあのエコバッグをあれで作りましたけれども、その残りのこちらを使ってみようかな。 15×15cm です。こちらちょうどこの辺ぐらいになるかな。今日はここの耳は別に気にしなくていいので、まあ、とりあえずこの模様が入る方がいいよね。模様がね結構隠れちゃうからこれぐらいにしとこうかな。これぐらいでいくと、あ、上から取った方がいいかな。15cm。緑子さんおはよう。ナイスチョイス。かわいい布ですね。これも100均ですよ。100均の、セリアで買った、布巾です。布巾じゃないや。なんだっけ。手ぬぐいですね。中のダブルガーゼとか薄いので2枚重ねてくださいね。あ、2枚重ねた方がいいの？ 15×15 に切ればいい？まさまささん、いつの間にかなんか増えてる人が。すいません。生地はピンキングおばさみでチョキチョキしました。中のダブルガーゼとか薄いので、2枚重ねだったら30センチにした方がいいのか。昨日私が使ったのはね、なんか、歯切れであった、ちょっとこんなやつ、こんなんでいいのかなと思ったけど、そうだね、なんだっけ、ウイルス感染を防ぐ観点でいけば二重にした方がいいかもしれないですね。じゃ30センチで切っときましょう。30センチ。なんか曲がってる、すでに。で、幅はじゃあ15でいいんだよね。先生が見ててくれると思うと安心してできますね。でも中の生地はできればこう二重にした方がいいということですね。まさまささん、おは、昨日手芸店に行ったら糸も売り切れてました。絵文字間違えた。あ、わんこさんおはようございます。ぐんもご挨拶だけ仕事行ってきます。明るみますね。はい、いってらっしゃい。職場の近くのユーザーとセリアが休業なんでしばらく行けないです。はい、そうですね。おはようございます。皆さんおはようございます。あばちゃんおはようございます。ワッフルなら1枚で大丈夫。そう、ワッフル、おはるさんはワッフル生地で使ってましたね。だからこの中に入れる生地は、まあ様子を見て、薄かったら二重にしてください。なんか風が吹いてきたな。はい、じゃあこれはいらない。ずっとぐるぐる入り直します。アバちゃんおはようございます。そう、15×30 畳む。たっちゃん、ゆっちゃんさん、こんにちは。こんな時期だもん。昨日の残った材料は思いっきり有効活用だよ。マスクのポケットにキッチンペーパーを挟みました。たっちゃんおはようございます。抹茶さんおはようございます。スカイキットさんおはようございます。リアリアさん、私は接着芯でフィルターをプラスしたよ。なるほど。近所の東海も休業になった。これから暑くなる時期だから、季節だから中にキッチンペーパーなど挟んで正面がリネンが良さそう。おはるさん、ごめん。何頑張ってね。あ、おはるさん出かけちゃうのかな。はい、頑張りまーす。じゃ一応これ、中これにして。なんか地味だね。こっちの方がいいかな。でもこう折っちゃうから、こっちもあんま見えないね。こっちの方がまだ見えるか。なんかペンペングさんみたいになっちゃうんだけど。まあいいや。リネンだけど、スカスカだよね。確かに。はい。フーリーママさん、こんにちは。はい。で、一応ですね、こちらの表面になる 20×23cm の生地と 15×15 が二重になった方がいいというので、どっちがいい？こっちにしようか。こっちにしよっか、やっぱり。なんか、これ、ペンペン草がなんか、ちょっとあんまり良くないね。こっち側にしときましょう。じゃあ、こういう風にします。はい。そしたらですね、この端っこから、4センチ。23センチ横にしたところの端っこから4センチに印をつけます。ちょっとでいいですよ。で、4センチのところにこれを置くと、こっちも4センチになってるはず。まあ、ちょっと少ないけど。あ、このガーゼが大きいのか。まあ、大体センターに置いてください。で、上と下も、2.5、3。上と下も大体同じぐらいにしましょうね。こんな感じ。置きましたか？あ、けいこさん、おはようございます。引っかかるように挟むのよ。はい。いいですか？そしたら、これを、一回折って、もう一回折ります。わかる？ここね。一回この際まで折って、もう一回折ります。で、待ち針。あ、この待ち針は危険なやつ。危険な待ち針しかないな。クリップでいいか。
危険な待ち針というのは名前が書いてあるから危険という意味ですね。別に凶器というわけではないですが、思いっきり本名を書いてありますからね。中の生地がさらしだと薄いから二重がいいのかな。そうそうそう、おはようございます、遅れた、大丈夫大丈夫。はい、下も一回折ってからまた折ります。よいちょよいちょ。この仮止め、黒羽さんの仮止めクリップはここにね、なんだっけ、5ミリと1センチに印がついてんじゃなかったかな。そう、確かね、ここに見えるかな。5ミリと1センチのところ、5ミリと7ミリと1センチかのところに刻みがついてるので、ちょっと縫い代何センチとかいうときにこう7センチのところではめたりとかするといいらしいよ。あんまりそういう風に使ってないけど、でも高いんだよねこれね。600円ぐらいするから、こういうのを買うときには湯沢屋の 40% クーポンを使いましょう。ここがね、布送りしやすいフラットな台座って、ミシン使うときにね、縫い代ほら幅メモリ付き5、7、10センチ、あ、10センチじゃない、10ミリだね、書いてあります。はい、コメントがないということで皆さん作ってるんですねっていうことですね。はい、じゃあ縫います。あれ、昨日使った針どこ行った。ん、これじゃないの、もっと細い針があったはずなんだけど、ないぞ。ん、なんで細い針がどっか行っちゃったんだ。これだな、違う、しまいや。今日は細い針でいきます。よいしょ、昨日使ったからどっかにあるはずなんだけど、おかしいな。へー、初めて知った、便利なクリップですね。そうなんですよ、私も便利に使ってるよ。クリップ使ってるけど、メモリは初めて知った。そう、メモリがついてるんですよ。一応ね、でも100均とかにも安いのでこういうのもあるんですけど、それは多分ね、こうこんなぺったんこになってないと思うんですね、端っこが。これはこう、こう下の方がねぺったんこなんですけど、100均で売ってるのは多分両方ともこうカーブがついてるだと思います。買ってないけどね、まあ、それぐらいのね違いがないと、高いの買ってる意味がないからね。むねちゃん、おはようございます。クリップ使ってるけどメモリは初めてした。100均のクリップでもいいけど、やっぱり細かい配慮はないよね。そうだね、まあそこら辺で、それでもいいよという方は100均のクリップをまず買ってみるのもいいかもしれない。100均の文房具、そう、100均とは、平らではないよ、100均のものは。こうグリップ力っていうかな、こう掴むのもこれ結構しっかりしてますけど、100均のはなんか軽い感じじゃないのかなと思いますね。はい、今日も、最初は返し縫いでいきます。長いな。ミシンがある人はもちろんミシンで作っていただいて構わないんですけど、まあ、手縫いでもできるよってことですね。ミシンで作ればもう量産体制って感じだよね。よいしょ、なんか糸がもしゃもしゃ出てきて、どれがどれだか、とりあえず挟めるけどね。そうそうそう、そのクリップ行方不明なんて100均ので代表。ミシンなら100均は NG。 そうだね、ミシンだったら壊れる可能性大ということで、ちょっともうちょっとこっち来て、はい、必ず糸こきはしてくださいね、つれちゃうから。で、何回か行ったらこう一回戻るみたいな、3歩進んで2歩下がるじゃないですけど、2歩も下がらなくていいですよ。3歩行ったら1歩下がるぐらいでいいんですけど、たまにこう返し縫いをしてあげると丈夫ですね。まあ、ミシンだったらそんなことはいらないですけど、やっぱ手縫いだからね、どうしても抜けちゃうと困る。もともとニット用だよね、買ったけど使ってないわ。コートカさん、はじめましてかな、こんにちは。今日はマスクを作ってます。あ、そうそう、この間ね、ここの下にコメントを固定をしたら、もうその後のチャットが全く反応せず、コメント固定のままになっていたということを学びましたので、今日はあえて書きません。何かご質問などあればどんどん聞いてくださいね。今日は皆さん一緒にマスクを作っているでしょうか、それとも編み物をしているでしょうか、それともぼーっとしているでしょうか。まあ、ぼーっとするのも大事ですけどね。あ、そう、昨日の YouTube ライブでハワイアンキルトをねやってみたいという方が何かいらっしゃったんで、そのうちにハワイアンキルトもやろうと思うんですが、リアレさんお手伝いしてくれるかななんてリアレさんのデザインの中を作ってみるのもいいかななんてちらっと思ってみたりやっぱね、 YouTube とかでやるとしたら、まあ、ワークショップで1時間ぐらいでできるようなものを、まあ、1時間半ぐらいの番組っていうかね、記事になっちゃうと思うんですけど。100均のクリップすぐ壊れるよね。今はナホさんのマスク作りガミしてます。はい、いいですよ。
もうマスクね、いろんな作り方があっていろんな方が YouTube 出してるんで、もうそれを見れば十分だろうとはまあ思うんですけど、このマスク割とこう直線縫いだけだし、わかりやすいで、型紙も作んなくていいからね、そのままジョキジョキぼーっとしてる人です。はい、ぼーっとしてください。午後から動きましょう。初心者っていうかね、手縫いがあんまり得意じゃないような人にもやりやすいんじゃないかなと思ったんで編んでます。1時間ならシャドウキルトがおすすめ。シャドウキルトか。なんかさ、ハワイアンキルトって私、あれが好きなんですよ。型紙をこう、8つっていうか、8枚、こう、半分に折って、斜めにして、こう、ハサミでジョキジョキ型紙切るじゃないですか。あれが楽しいから、まず折り紙で、8等分のモチーフを作って楽しむっていうのはどうかなと思うんですけど。ちょっと工作気分で、楽しくない？ハワイアンキルトの雰囲気だね。片付けしながら参加中です。折り紙的に。そう、折り紙的に、まあね、まあ子供だったら窓に貼ってとか言えるけど。お姉さんごめんなさい、編んでます。全然いいです。編んでてください。まあ、気が向いたらこれもね、後で作ってみていただけるといいかなと思いますけど。もうね、おはるさんのレシピがなかなか優秀だったので、みんなでシェアしたいなと思って作ってます。外なら指アイロン。折り紙最高です。なお姉さん、こんにちは。この作り方で後で作ります。YouTube にも載りますか？はい。YouTube にも移動するつもりではいます。多分 YouTube は早口動画になりますね。例のごとく。どうしてもね、こう、縫ってる作業が長いから、YouTube で見てるとダラダラしちゃうよね。だから、まあ、説明するところもね、早口 1.5 倍ぐらいだったら聞き取れるかなと思うので、YouTube にもする予定でございます。ハワイアンキルト楽しみ。わかりました。ありがとうございます。はい。お、ヘリコプターがまた飛んでますな。毎日飛びますな。悪い人はいないか見てるのかな。で歩いてる悪い子はいないかって。本当にね、結構街中人いますよ。全然自粛じゃない雰囲気なんですけど。あ、くにこさんおはようございます。なんかお久しぶりじゃないですか。このワンちゃんのアイコンを見るのが久しぶりな気がする。はい、端っこまで行ったら玉止めしますね。ぐるぐると。はい、抜けないようにもう一回。で、際で切ります。あ、そう、際で切る前に、もう一回ここで玉結びをちょっと離れたところでやって、で、この間を切ると、次の玉結びを作んなくていいよという、昨日ね、とわママさんからナイスアイデアをいただいたんで、それをシェアしましょう。上下縫いました、ミシンで。早い！よいしょ。マスク編み終わったら、布マスク作ります。はい、多分めちゃくちゃ大きさ、そうですよね、めちゃくちゃ大きさですよね。はい、楽しんでください。はい、そしたらですね、今度これを、こう、見えない。今こうなってますよね。これをこう畳むんですよ。畳むんですが、あ、その前に、まあ作り的に先に説明しますと、これをこうね、今縫ったところの幅でこう折って、で反対側もこの縫った幅でこう折って、これが幅ですね。これが正面の幅、もう少し上で、今縫った幅ね、今こう縫った幅で折りたたんで、こういう風になりますね。で、作り方を簡単に説明しますと、あと、ここを縫って、あ、縫わないんだ。縫わないんだ。幅的にこうなって、こっちを1回、2回折って、ここを縫うだけで、両方縫うだけでもう完成なんです。早いでしょ？で、ここの間のところにゴムを通すという。ただそれだけなんですけど、私は昨日、ここのところをちょこっと止めたんですね。そしたらここ縫わなくていいかなと思って。ここのところを今ちょっと止めるんですけど、その前に、おはるさんの提案で、ここに、こう、なんていうの？折ったところでここ、線がつきますよね。ここに一本、飾りステッチを入れておくと、折り癖がついて、洗濯した時に、ぐちゃぐちゃにならないっていうか、こう、形がピシッと残るそうなんですね。簡単。すごい簡単なんですよ。だから、ここに一本飾りステッチを今から縫います。で、これが、だいたいここの、今縫ったのが 1.5 センチぐらいなんですね、ここが。なので、ここの3センチのところに飾りステッチを入れます。3センチ。もう、私はちょっと鉛筆で描いちゃいますけど、3センチですね。これがあるとないとでは、洗濯した時の、仕上がりが違うそうなんですね。ないと、ボワって、なんか形が崩れやすいんだけど、このステッチを入れることで、アイロンかけなくても結構、形がしっかりキープされているよっていうお話なので、ちょっとここ、縫いますね。そのライン大事だよ。洗うからどうしても型崩れしやすいから。なるほど。はい。針と糸。今、玉結びをしたので、
で、ここ少し隠れるんで、まあちょっとこれくらいから始めてもいいかもしれない。まあ縫いたい人は全部縫っちゃってもいいけど。このステッチ大事だよと、なんか鉛筆で描いたのに薄すぎた。ミシンだったらね、本当にタタタタタッと。なんかウクレレレッスンの曲になっちゃったよ。あ、網月さん、洗うからどうしても型崩れしやすいから。カオルさんおはようございます。ゆめめいさんおはようございます。こんな感じで、ここに飾りステッチをつけますね。違う糸でやっても可愛いかもしれない。目立たせたくない人は同じ同系色でやった方がいいですけど、まあ、ここで個性を出したい方は違う色で塗ってもいいかなと思います。よいしょと。なねちゃま、こんにちは。ミシン壊れちゃったから出ないでくださ壊れちゃったの？今壊れたじゃないよね。ミシン壊れちゃったか。はい。玉止めをして。通します。でもう一回ちょっと離れたところに玉止めをして、でここの間を切ると次の玉止めをしなくていいという、なかなかねグッと。お姉ちゃんもおはよう、おはぽっぽ、はい、おはぽっぽです。いやな、このウクレレレッスンいつまで続くのかしら。なんか前あのフラハワイとかいう雑誌を借りた時の付録についていたハワイアンミュージックのやつをね、ウォークマンに入れてあったやつなんですけど、まあいいか。カオルさん、めいちゃんおはいもー、クラギさんおはいもー、カオルさん、めいちゃんおはよう。ちょっと前に厚地のカーテン塗ってたら壊れた、あらららら、無理しちゃったんですね。でも治るんじゃないですか。もし高いねミシンだったら直した方がいいですよ。安いミシンだったら買い替え。クラギさんいたのにおはよう。あとはママさんおはようございます。下まで塗る、そうそう、こっちまで、あの表面まで塗ってください。久井さんおはよう、カオルママおはよう。ここは別にね、飾りステッチなんで、返し縫いしなくていいと思います。結構見えてなかった、私。下の方で塗ってたね。カオルさん、聞き線でいたよ。おはよう、早く帰りました。よかったです。トワママさんに昨日教えていただいた玉結びの件、今皆さんにレクチャーというか、お伝えしました。これもう短くなったから、これで終わりにしますけど。はい。はい、できました。そんなにね、同系色でやったんでそんなに目立たないですね。はい、今いらっしゃった方がいるのでもう一回ちょっとおさらいしますと、20cm×23cm の 20cm×23cm の生地を切って、 15cm×15cm の生地を乗せて、ここから 4cm ですね、 4cm 置いて 15cm を置いて、ここのね、はみ出ていた部分を1回2回折ってこの状態になってます。でここを縫った、こっちも1回2回折ってここを縫った、その状態なんですけど、ここ、これからこれを畳むんですが、この畳み線のところに、飾りステッチを入れておくと、洗濯しても型崩れしないということなので、ここに飾りステッチを入れました。こっちから見るともうほとんど分かんないですね。分かります？同系色でやったからもうほとんど分かんないですけど、買っても18年前に買ったんだから買い替え考え中。お、なんだか、マミーさんおはようございます。くるくる治らないので、また、はい、また切らしてください。はい、でここまで来たら、じゃあ早速ね、さっきの状態に折りますね。上下をこの状態で折りますね。はい。そしたら、ここの端っこの部分だけ、こう、ちょっと縫い留めます。ミシンだったらね、こう、ここ全体、ミシンだったらこう全体ぐわーっと縫っちゃってもいいと思うんですけど、まあ、手縫いだと結構こう縫うのが大変なので、ここワンポイントずつだけ留めておきますね。あとでおはるさんのインスタの記事のリンクを貼っておきますので、正式なものはおはるさんのところで見ていただくと、まあ、写真でね、スライド式で説明されているので分かりやすいと思います。あら、ちょっとなんか玉っころが。セブンの Wi-Fi から、ゆめめっちゃんこう。よいしょ。はい。で、ここ折ったね。こう、折るの分かりますよね、皆さん。したら、ここの折ったところを、ちょっとだけ留めます。こういう感じで。表面まで突き進んでくださいね。3回ぐらい、念のため、ほどけないように留めます。分かるかな？ここだけをちょっと留めたんです。3回、こう、縫い留めた感じ。下も行きます。これを4箇所ですね。4箇所縫います。
クラゲシャンコ、カウルママコ、マミさんおはよう、皆さんご挨拶タイムで、ここもね、ここ下から、あら、ちょっと外れちゃったわ。下からこう、こことここと、ここと3つね、3つ縫い留めます。なおねのライブあるの分かってたんだけど、今日母を送りに出ちゃったから、これから手芸屋さん、手芸屋さんやってるかな手芸屋さんやってるといいですね。確認した方がいいですよ、お店やってるか。湯沢屋さんとかもね、結構閉まってるみたいだし。さらしが手に入らないので病院のコンビニで手術用の副体を買ってきました。さらしの代用にします。はい、そうですね、ひーちゃん、みどりこちゃん、みんなこうこっちだね。この下から刺して、もうこの上まで、あのしっかり止めてください。見えてるかな。確認は大事よね。そうそう、確認しないとね、電車賃もったいない。電車賃とか交通費がね。まあやっててもね、忙しいお店だと出れないっていうこともあるからね何とも言えないけど、電話はね、本当は今日はね、お出かけするはずだったのに。あれ、今4月だよね。もう4月18日、志麻さんなんかやんないかしらなんかあの YouTube でなんか企画ないかしらね、大オフ会の代わりに。みんな結構お家にいるの分かってんだから、なんかやっても良さそうな一応あのひな祭りライブリレーの第2弾として、子供の日ライブリレーっていうのもやろうかなと思ってますんで、また詳細決まったらご連絡しますね。ぜひ皆さんご参加ください。はい、4箇所止めました。こんな感じで。マジですか、やってないかな。近いからこの後行ってみよう。多分ほぼゴーストタウンだから個人店以外はお休みだね。こんな感じで4箇所 1,2,3,4 と止めてあります。下もこれクリップ外しちゃっていいですね。そしてこの端っこですね、この端っこをここの際まで行かなくていいと思います。ちょっとこの際より外した感じで、邪魔なものは切りましょう。 1.5 ミリぐらい、1センチぐらい折ったらもう一回折りますね。で、この、あの、中のピラピラが見えないように隠れればいいわけです。こういう感じで。こういう感じで折ります。まあ、ここ縫ったらおしまいだから、頑張れ。埼玉、普通にお店やってるんですよね。危機感ない街。えみくまさん、こんにちは。で、結構ここら辺がはみ出やすいので、ちょっとはみ出ないように工夫をして、こうですね。ちょっと間を空けつつ、こうですね。ちょっと待って、音楽変えよう。まだこっちの方がいい。マミさん調べようか。私もイオンの中の一部が閉まってるからセリアもない。そうなんだ、ちょっとお茶飲もう。うん、オレンジの香りがいいですね。もうそろそろティーバッグを外した方がいいんだけど、気にせず飲みます。はい、じゃあいきますよ。ここはね、あの生地が何重にもなってるんで、もしミシンでやってる人はすごい、あの超ゆっくりやらないと針折れちゃうと思いますよ。で、縫うのはここの際の方を縫います。こう針を入れてから、あ、抜けちゃう、ちょっと糸が細かった。入れてから私はここをちょっとこう、これを縦に留めるように2回ぐらい縦にこうね、ここを留めてから、あ、なんか結構電気暗かったな今の色2回ぐらいやってから、こう進みますね。で、ここが本当にね、生地が何重になってるか分かんないぐらいいっぱいあるので、ちょっとここ、あのミシンの人は、ちょっとずらしてやるかなんかした方がいいかもしれないですね。生地がものすごい厚いから。で、手縫いの人はこう、あの1回ずつこう刺して抜いた方がいいかなと思います。1ヶ月耐えれるかどうかや。何が、ゆめめいちゃんありがとう。こっから車で3分なんかぐるっと見回ってくる。ダイソーは昨日やってました。ダイソーも福岡8店舗休み。そうなんだ。あ、サリチヤさんこんにちは。よいしょ、こんな感じで。まあね、最初のここの厚いところだけちょっと返し縫いを重点的にやった方がいいかもしれないですね、うん、ここでほどけちゃったらね、意味ないし。で、間違えてもこっちの端じゃなくてこっちの上の端の方で縫ってくださいね。ここゴム通しますからね。で、ここら辺の、あの、生地が、ああ、薄いとこまで来たら、ん？なんだ？あれ？ちょっと待って。あ、取れた取れた。ここら辺の薄いとこまで来たら、もうサクサクいっちゃってください。サクサクと。
まあたまに返し縫いするぐらい、3回行ったら1回返し縫いぐらいでいいです。下までがっつり縫っちゃってください。角を三角に切って折るとちょっと薄くなるよ。なるほどね。超低速でまたは手でくるくる回すとかでミシンはやった方がいいかもです。そうですね、ダイソーが休みになったら困る。1ヶ月店が休みのところがあるから耐えられるかなって話なの。ああ確かにね。なんか手芸店はね、割とネット通販はやってるみたいです。で昨日見たのはクラフトタウンだったかな。クラフトタウンっていうネット通販は、送料が全部無料にしますよって書いてありました。だからそういうところで買うのもありだなと。まあ交通費をね、行って空いてなくてバカバカしいっていうよりは、送料ちょっとかかっても通販で買った方がいいのかなっていう気もしますね。まあでもみんな毛糸ぐらいあるでしょいっぱいあるでしょ毛糸の在庫は。そんな1ヶ月ぐらい、1年だったらねまずいけど、1ヶ月ぐらいの毛糸の在庫はあるじゃないですかあら外れた。ダイソーはスーパーより困る。え、そう？ネット通販でやってたね。うちの近所の招き猫カラオケが閉店か改装かガランとして作業してた。あーなんか本当になんか閉店しそうですよね皆さんね。大丈夫なのかな日本は。でここ端っこもまた2回ぐらいこうほどけないように止めて、わかるかな、こう2回ぐらい縦に線が入るように止めとくといいかなと思いますよ。ほらもう完成間近。早いでしょ、早いでしょって私がもたもたやってるからあれなんですけど、もうミシンだったらマジで早いですよ布切っとけばすぐって感じ。ただここのね厚地のところがちょっとあれなんで、さっき三角にしてやるといいよとかいうアイデアもありましたけど、いきなりクリスマスソングになっちゃったよやることはいっぱいある。そうそうそう、在庫消費できるチャンス。そうだね、在庫処分そんなにないよ。だって作りたい時に買いたいもん。チャッピーさんこんにちは。なんだ、1年分くらいあります。毛糸ガンガン消費できて面白いので、しまってると悲しいし気分転換どころではないの。在庫減らす良い機会かもですね。あの胸ちゃん、在庫、爪の子じゃなくて財宝の財に子ですよ皆さん財宝の財が眠ってますよ押し入れに。はい、もう終わりが見えてきました。もう片っぽできたからね、ちょっと口に当ててみてください。あのなかなかここのね、あのここがフィットで、あのなんだっけ、ノーズフィルターっていうか、このあれ使い捨てマスクについていたこのね、ワイヤー、皆さんワイヤー捨てないでください。ワイヤーを入れたい人はこの時に入れといた方がいいですね。この時に入れて、ここの上のねところに差し込んで、であの端っこ2つを止めとけば移動しないと思います。私は昨日のには入れなかったけど、これには入れてみようか。ノーズワイヤーだけあのゴミ箱から取り出してくださいよ。こんな感じかな、こっからここまでぐらい。まあ後で止めますけど後でこの端っこ2つをね止めておけばノーズフィルター付き。先にこっちやっちゃう。在庫の方ですね。なお姉ちゃんも頑張って。はい頑張ります。2つ目の亀ちゃんの甲羅の毛糸買うのを忘れたので、手芸屋どっか半日でいいから開けて。花フィット最高だよ。でその花フィット入れるときに、この中のね模様が上下があるときは逆さまにしないようにで何も考えないで入れると、あ逆さまだったよってなっちゃうから、そこだけ気をつけましょう。あれもう53分って、あと7分で終わんないと急ぎ急ぎあと7分今日はね息子がいないから別におかわりしてもいいんだけど、まあ、気分的に1時間でできたい。よいしょ、ね、残り7秒で切れないように誰かさんみたいに。はい、もう一回いきますよ。ここの1回折って、もう1回折った時にこれが見えないようにしてくださいね。でこの、まあ、あの男性用でね、もう一回り大きいの作りたいっていう人は1センチずつぐらい最初の生地を切るのを大きくしとけばいいんじゃないかなと思います。逆に子供用に作りたいっていう人は1センチずつぐらい小さくすればいいんじゃないかなと思いますが、まあそこら辺はあの細工してください。直線だけだからやっぱ切り出しが簡単だしね、型紙も作んなくていいから、私はこれはなかなかベストな。私のこと何が私のこと。ゴムのない人はゴムもカットして洗浄したら使えるよ。なるほどね、なおねさん頑張って。であのここにね、後からこうゴムを入れるんだけど、あの最初にあの入れといて後で結ぶっていうのでもいいと思います。どちらでも好きなようにしていただいて、あと5分でここをこう縫いたい。最初だけこう縦に、あでもね、もしかしてこれあの切れちゃうとあれだから先に説明しておきますと、どこ行った、あれどこ行ったどこ行った、
今日急いで話してるとする。今日はですね、昨日のこれでも使ったんですけど、ゴムの代わりにこのニットテープっていう縁取りのバイアステープを使ってます。これは湯沢先生というね、緑と湯沢屋が好きっていうテレビにも出た湯沢先生おすすめのものなんですけど、どれかい。ニット生地になってるんですが、私の幅でこれが24センチで切りました。24センチで切って、ここで、24センチ切りましょう。24センチで切って、で、このまま使うとちょっとゴワゴワするんで、一応これを半分にするのがおすすめだと言われたんで、半分にしますね。こう縦に半分に切ります。58分やばい。そろそろカウントダウンが来るよ。で、半分に切ってから、ここの中にこうスルスルスルっと糸通しみたいなやつとか、私は毛糸の太いとじ針でこうやっちゃってるんですけど、通してからここをこうちょっと開いてね、1センチぐらい重ねるようにして折って、ここを縫い留めて耳掛けにしてます。はい、こんな感じでいいかな。あ、まだ56分だった、時間あるじゃん。もう一応説明しといたから気楽だな。そんな感じでわかりましたか皆さん。あとはなんかストッキングとかをね、輪切りにして使うよっていう人もいましたけれども、まあその場合は、ここをね、縫い留める前にストッキングをここにはめとかないと入れようがないですよね。確かに輪っかの幅でちょうど耳ぐらいになるのかなっていう。マスクゴムしまい込んで出てこんから、6コールのおパンツで代用。うん。私も6コールぐらいの、一応買いました。6コールだったっけ？何コールだったっけ？これ？あ、4コール。4コール。6コールってもっと太いじゃない？6コールは太くないか。でもないなら仕方がないよね。あとはなんかヘアゴムでやる人とか、いろんなものを使ってね、みんなアイデア。で、着圧ストッキングとか子供タイツもいいですよ。あ、そうなんだ。ん？ちょっと待って、これ何？変なとこ行っちゃった。まあ、あと3分。あと2分。あと2分あるからできるかなーなんて。ゴム通すとこまでできないけど、ちょい太い。確かにちょい太い。これはおかわりしちゃった方がいいですか皆さん。おかわりしてもまあ30分ぐらいでね、お昼にしたいなと思いますが。平ゴムは痛くなるが、ゴム代用品は T シャツを。なるほど。あれ？何やってんの？ちょっと。全然ダメじゃないのよ。何回同じことやってんのよ。おいみたいな。こっちからだったよ。黒マスクに帽子のゴム使ってよかったです。ありがとうございます。これから作ってみますね。ヘアゴムは耳が痛くなる。T シャツを細く切る。K8 さんが T シャツを細く切るって言ってんだから T シャツを切りましょう。おかわりお願いします。カウルママあるある。昨日がそうだった。これ1分14秒だって。じゃあちょっとここで一旦切りますか。なんかね、下手にギリギリになってバタバタするよりも、ここで一旦切って、みんなおトイレ休憩をしてから、5分ぐらいしてからおかわりしましょうか。あ、純子さん、おかわりです。もう、じゃあそろそろ一回切りますね。皆さん5分後にまたお暇な方お会いしましょう。はい、また、来ていただいてありがとうございます。今のところここまで行きました。あとちょっとですね。皆さん、じゃあ5分後にまた会いましょう。ではまた。はい、おかわりでーす。紅茶もおかわりしました。見えてなーい。紅茶もおかわりです。まだね、ジャムがめっちゃいっぱいあるんですけど、夏みかんもそろそろ片付けないとやばいんですが、はい、ただいまお帰り。久井さんお帰りなさい。みんなでただいま言ってるよ。みんな芋姉ちゃんですか。私はさつまいもの天ぷらが好きです。突然の告白。おはよう。あ、ヒロさんおはよう。くまくまみみさん、リアリアさんお帰りなさい。ロシアンティーハマるよね。まあ、ロシアンティーなんておしゃれなもんじゃないですけど。だって消費しないとさ、私以外食べる人がいないんだもん。だってこれね、最初に作ったやつは皮も下茹でしないでそのままやったんですけど、全然ね、なんかそんな苦味とかなかったから。で、2回目にやったやつは一応ね、レシピ通りに皮を下茹で煮こぼしてでやったんだけど、どっちかっていうとね、1回目の何もしなかったやつの方が美味しいような気がする。それ何？それっていうのはこれ？これは紅茶です。マーマレード、あ、そうそうそう、マーマレード前に自分で作った、あ、ブルームさんこんにちは、まこさんお帰りなさい。自分で作った夏みかんのマーマレードです。うん、さまさんおはようございます。実は先ほど1時間もすでにライブをやっていて、これおかわり2回目なんですけど、あとちょっとでマスクができますよ。で、どこまで行ったんだっけ。
あ、まだここね。あの、作り方自体はね、さっきからやってますけど、3回にこぼす。そう、3回にこぼさなくても、この前作ってたジャム。これっておかわり。そう、おかわりです。3回にこぼさなくても、なんか全然美味しかったんですけど。なんかね、人によっては3回にこぼさないと、全然あの、苦味が取れずにダメって、なんか本っていうかね、コクパッツ先生にも書いてあったんですけど、私は全然あの、そのままで大丈夫でした。逆にその方がなんかトロッと、1回目の方がトロッとできて美味しくできたような気がします。で、もう3回にこぼすともほぼその栄養分っていうのは、まあ1回煮ただけでもね、栄養分はなくなっていると思うんですけど、3回にこぼしたらもうなんか、本当にね、風味も取れちゃうよっていうご意見もあったので、私はもう次作るときは煮こぼさなくていいかなって思いました。昨日私がですね、なんだっけ、何食べてた時だっけな。デコポンを普通に食べてたんですよ。したら旦那が、自分も食べたかったんでしょうかね。でも、柑橘系を食べるとなんか歯がシクシクするから、柑橘系は食べられないんだけど、なんかそれってジュースとかに絞れないのって言われて、え、ジュースにすんのって、デコポンそのままで美味しいのにと思ったんですけど、なんか俺もなんか、かじるのは嫌だけど、飲みたいって言ってて、そういうものみたいな。どこまで行ったっけ？これっておかわりそうです。エミさんお帰りなさい。マチャさんお帰りなさい。マミさんお帰りなさい。聞き捨てになってます。仕事してて1回目見れなかった。アーカイブ残ってるんで後で見てください。ジュンコさんお帰りなさい。そっか、次やってみます。こんにちは。私も毎回そのまま作ってる。旦那様かわいい。かわいいっていうかね。まあ、結構オレンジジュースを普通に紙パックのやつとか買ってくると、旦那も息子も飲むんですけど、なんかみかんとか、みかんぐらいだったら食べるけど、オレンジとか、グレープフルーツとかだと、なんかね、歯に染みるんだか、歯茎が痛くなるんだか、なんかね、その噛む時にダメらしいんですよね。こう、嫌な感じがするから、食べたくないって言って、で、結局私しか食べないんですけど。はい、できました。できました。本体完成でございます。手芸屋さんやってた。そして、ちょっと待って、どこまで行った？アロールカフェがオープンして、すごい車止まってた。この辺大丈夫？隣町に感染者出たのに危機感なさすぎ。アロールカフェっていうのがあるんですね。ただいも、お帰り。ただいも。はい、本体ができましたよ、皆さん。お口にはめてみてください。なんか昨日作ったのより大きいような気がするんだけど。ちょっと昨日もより一回り大きい感じ。まあいいや。で、これは、ここにノーズフィルターをつけたから、今ちょっと時間があるから、ね、おかわりで余裕があるので。もうちょっと真ん中ですね。ちょっと待って。はみ出てこないで。ここら辺かな？ちょうど真ん中になるように、ちょっとここで止めておきましょう。1センチぐらいだね。じゃなくて、完成！はい。ちょっと待って。ラジオ、さだまさしが流れてる。いくみくさん、こんにちは。次はノーズフィッター入れてみようと思います。完成おめでとう。はい。あとじゃあゴム通しましょう。先ほども言いましたが、今日は、このね、ニットテープっていう、こう、何、T シャツやんみたいな感じのバイアステープを、もう一回やりますと、女性だったら多分24センチあればいいと思います。24センチで、カット。そしてこの、このまま使ってもね、綺麗でいいんですけど、ちょっとゴワゴワするので、半分にこう、割って。で、もうちょっと短くてもいいかなとも思ったんですけど、やっぱ長時間してるとね、だんだん耳痛くなってきたりとか、するかなと思ったんで、一応24センチ私は。完成！今、梅そうめん茹でてた。なんですと、完成おめでとう。みんな完成できたかな？あ、エッツさん、こんにちは。で、一応完成しましたよ。で、私はこの太めの毛糸用の針、毛糸とじ針を代用してますよ。もうすぐ出るからね。ゴム通しがあれば、まあ、ゴム通しでやっていただく方がいいと思うんですけど、これで、まあ、ここの間にね、この間に入れて、おお。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、こちらに、キュキュッと。まあ、この長さだからヘアピンとかでもいけると思います。はい。で、一応向きが一緒になってるのを確認しつつ、こう、重ねてね。1センチぐらい重ねて、で、ここはね、2本撮りの方がいいと思います。服体ほどいたら3枚重なってた水通しします。3枚重ねなんですね。こんにちは。あ、マニアさん、こんにちは。あれ、さっきもマニアさん来てたっけ？ここ、うん。
この重なってるところを2本取りで、ちょっとねしっかり留めますね。ここで取れちゃったら今日はマスク使えませんようになっちゃうから、だいたいね1人3枚ぐらいあれば洗い替えになるかなと。2枚だと慌ただしいので、ヒノキ始まったように、花粉か、窓開けてるからな今。思いっきりね布団とか干してますけどお腹空いてきたぞ。これが完成したらおやつのね、今ちょっとここにあるけど、おやつを食べようかなと思って、ちょっとおしゃれなおやつはないかなと探したら、このイチジクのドライがありましたよはい、片耳完成。もう片方、よいしょ、取ってください。アイミンさん、美味しそう。秋葉さんがまた来てくれた、こんにちは、お帰りなさい。よいしょよいしょ、通らんぞ、よいしょ。なんで変なとこ通っちゃったかしら、私ん、ちょっと変なところを通ったっぽいな。一回お戻りください。そういう時はこう反対側から入る。よいしょ、クロスステッチ再開してあと9000目、おしゃれなおやつ。エコさんこんにちは、おかえりなさい。なんで通らないのここ、よいしょ、あとこれだけなのに、頑張れ頑張れ。よいしょ、お腹が鳴ってしまった。こんにちは、もうねあとここゴムが取るだけ。来た来た来た、はい、途中で針がなくならないようにしてくださいね皆さん。ちょっと待って、これでいいかな。向きを揃えて1センチくらい重ねて、普通のねゴムがある人はゴムでやってくださいね。でここ2本取りでしっかりと、このグレーの水玉なかなかね何にでも合うような気がしませんか。パソコンからライブ見られるようになりました。2月におパンツのゴム買っといてよかったです。今日はマスク作りのライブだったんですね。そうです、一応先ほど1時間やったやつはもうアーカイブというかねストーリーから、24時間見れるようになってるんですが、まあ、これも YouTube の方に移動しようかなと思っていますので、まあ、YouTube で早送りになると思いますが、もし作りたい方いらっしゃったら見てください。なんか子供の叫び声が、昨日さ郵便局にちょっと行かなくちゃならなくて行ったんですよ。そしたら向かいの公園に子供がわんさか鬼ごっことかサッカーとかしてて、みたいな、自粛じゃないんかいっていう。はい、縫えました。そしたらこの縫い目を中にしまいます。こんな感じね、この縫い目を中にキュキュッとな、はい完成でございます。皆さんできましたか？パチ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 。ではお披露目ですね。もうさっき一回出したからマスクをしてればそんなに恥ずかしげもなく顔出しができますな皆さんも顔出ししてくださいませ。一応メガネはするよ。本当はサングラスがあればいいんだけどね。ぜひ作ってみたいです、布マスク。公園で遊ぶのは認められてるけど密集はあかんよね。リネンもいいね。完成を内側はこんなです。さっきのね昨日エコバッグ作った残りですけど、こんな感じね。はい、装着。あ、24センチちょっと長いかな。23センチ、まあ人にもよりますが、今、24センチで作った耳ゴムの耳ですね。耳に負担がかからず、まあ私的にはちょうどいいけど、これ 2,3 回やってたら伸びちゃうのかなっていう気もするので、まあそこら辺は皆さんお好きなようにしてください。ちょっと私自分でも見てないのにいきなり顔出しするの恥ずかしいですが、この辺に出ますから、一瞬ですからねこの辺に出ますからね。こんな感じです。見える、見えるかな、こんな感じです。見えた見えましたか。買い物行ってきたんですが、あひっくり返らなくてよかったけど、なんか家の汚いのが 見られちゃったかしら。見えた、よかった。はい、完成しました。うちの近所の公園も親子連れいっぱい、ベビーカー付き合わせておしゃべりしてるママさん見ると胸が苦しくなってきます。チラッとだけ、そうチラッとしか見せませんよ
そんなおばさんの顔見てもしょうがないからね。見て美人さん全然美人さんじゃないですよね。今日は早起きして髪の毛染めてきましたから、チラッと見えた。はい、チラッと見えればいいんです。あのくらいの大きさですよっていうことですね。ということで今日はですね、この立体マスク、マックどこ行った？痛い。立体マスクですね。昨日までのやつはここにステッチを入れてなかったんで、多分洗うと、まあなんかボワッとなっちゃうと思うんですけど、後で自分で入れてみようかなと思います。ここにステッチを1本入れるだけで、こうアイロンかけなくても、型崩れしないっていうんでね。イオン閉まってるの？食品空いてるのかな？まあ地域によっても違うと思います。アマゴさんこんにちは。お疲れ様でした。楽しい方ですね。お姉さんありがとうございます。イオンは専門店がお休みらしいです。今日から主人が在宅勤務だからお昼作らなきゃ。大変だみんな。一応もう一回作り方おさらいしますと、表地は 20×23cm。で、中の生地は 15×15 なんですけど、ガーゼとかこういったさらしっぽい感じの薄手の生地を使う方は、これを、30×15 にして20にしてくださいっていうことでしたね。お疲れ様でした。アーカイブを見ます。はい。で、ここの下を1回2回折った。上も1回2回折った。そして、ここを、1回2回折ったところを縫って、それからこの縫い代のところをこうちょうど重ねると、こうダーツになるってことですね。で、重ねたところのここの3センチのところにステッチを入れておくと、型崩れがしませんよと。ここね、ステッチ分かりにくいですけど、こっち側から見た方が分かるかな。下から3センチのところにこうステッチを入れておくと、ちょうどこう折り曲がったところのガイドラインにもなるんですけど、洗濯してもよれないということですね。あ、3期行こう。3期はやってるんだ。3期に行ったらダブルガーゼ売ってた。大阪なんで閉まってます。食品だけ空いてます。うん、そっか。人を感知してプシュって出る芳香剤が誰もいない玄関で反応してる。誰かがいるのかもしれないよ。そして、ここを4箇所止めたら、こっちを1回2回畳んで、1回2回畳んで出来上がり。3期はやる気満々。そう。だから、基本的にまっすぐ切って、まっすぐ縫って、ちょっと止めて、で、またまっすぐ縫ってって感じなんで、そんなに助け話がいる。そんなに難しいことはないし、型紙もいらないので、作りやすいのではないでしょうか。で、もしノーズフィットのこのね、ワイヤーがある方は、こっち側止めた後で、こう差し込んで、ちょっと端っこずれないように、止めただけですね。ただいま、お帰りなさい。もうそろそろ終わりですよ。それなので、割と簡単にできると思います。ミシンを使えば本当に10分もあればできると思いますので、ぜひね、皆さんも作ってみてください。詳しい作り方は、おはるびよりはるさんという方のね、インスタのとある記事に載ってるんで、この後もう一回ね、インスタの私の投稿にリンクをつけて貼っときますので、まあ、おはるさんの写真の、説明を見れば本当に簡単に作れますので、ぜひやってみてください。毛糸安売りしてたけど何を買っていくかわからないから12玉だけ。何安売りって、ダイソーじゃなくて？会えない時でもライブで一緒に遊べるからありがたい。そうですね。座敷わらしなら許すよ。ということで、今日はおはるマスクを作りました。皆さんもよかったら作ってみてください。はい、それでは、もう結構1時間40分もやったね。お疲れ様でした。ライブ心の選択です。ありがとうございます。おで、おかわり、タッチ、アクション、アゴー。